じゃあ、ともやさんは、逆に今までこの人だけは無理だったなみたいなお客さんいますか？じゃん。HostTV.com キャンディーズヘブンの天国と地獄。さあ、今回も始まりました、キャンディーズヘブンの天国と地獄。神様ホストこと心の友や代表を MC に、キャンディーズヘブンの売れっ子ホストたちが大集合。1月14日からついにこの新天地へ拡大移転。今回の企画はそんな新しい箱からお届けしますよ。そしてその内容とは、本当は人に言いたくないホストのマル秘事情を売れっ子の彼らが赤裸々に大暴露しちゃいます。それでは早速前回の続きからスタート。売れなくてホスト正直辞めたいって思ったことある？何回もありますね。それでも辞めなかった理由は？なんで辞めへんかったんやろう。まあなんか辞めたら負け犬かなっていうか、やっぱホストって下がった時にちょっと心が病んで辞めたいなが多いじゃないですか。下がったからって言って辞めるのは、まあ、基本絶対今まで人生でなかったですね。下がったからって何？売り上げが下がった。下がったからじゃない。方言、方言の理解。下がったからですとかで辞めることはなかったです。なるほどね。まあ、モチベーションの話ですけどね、まあ、まあアムとかもねすごく悩んでた時期があるとは思うんだけどさ、そうですね、辞めなかった理由っていうのは、周りの人が励ましてくれましたね。ヘブンがすごいあったかい。一番さ、もうその時お世話になった人に対してメッセージちょっと一言言った方がいい？もう今ヘブンがいないかい。だいないのよ、それ話すんやろ。って言ってる本人やめてるやん。アムを支えた人、そしてアムを辞めさせないでくれた人が辞めたという。辞めました。説得力だ。じゃあみんなね、なんか苦労したということでね、でもその中でね、ホストなんか明日人生変わることなんてあるんで楽しんでいきましょう。はい、じゃあ続きましてホストの実態ということで、ちょっとリアルな部分にね掘り下げていこうとは思うんですけども、正直ねいろんなお客様がいると思いますけども、あのお客さんだけは本当にちょっときつかったなっていうねお客さんなんかがいらっしゃったら、まあね今通ってくださってる人とかには失礼な話にはなるんですけども、どうしても無理でしたみたいな、度が超えてたっていうのがいれば。でもなんかそれで言うと、なんか僕もともと横浜でやってたんですけど、横浜でちょっと営業時間が遅くて、まあ朝の方からやってたんで、うん、女の子は結構飲んでから来店される方が多くて、うん、でも初回もしかりなんですけど、みんな酔っ払ってるけど僕らは営業したてでお酒入ってない状態で、相手の要因に合わせるのがすごい大変で、もう本当にヘブン入ってからすっごいありがたいのが、初回の女の子がちゃんと僕の話聞いてくれるっていうのが、うん、今までにはない感覚だったんで、うんうん、いかに酔って相手のテンションに合わせて同じテンションで飲むかみたいなのが勝負だったのが、初回でしっかりこう自分の自己 PR をちゃんと聞いてくれる女の子に出会えるっていうのはありがたいですね。あー、痛いか痛くないかっていうと、まあそのホストクラブを楽しんでくれてる女の子は僕いた客じゃないと思ってて、楽しんだ上でなんかやっちゃうとかはなんかもうしょうがないなって思うけど、なんかそのホストクラブに来てホストに来てるのになんか結構高く止まって、私ホスト嫌いなんだよねみたいな、なんかそれはちょっとなんか辛いなって思うんです、まあ、ちょっと痛いか痛くないかみたいな話はするんですけど、本当にヘブンに来る女の子みんな優しくてすごい僕の話聞いてくれるんで、歌舞伎町最高みたいな。歌舞伎町最高です。あ、それでちょっとなんか横浜良くないみたいな感じなんですけど、横浜横浜で楽しい部分があった。横浜はもう素晴らしいところだからね、日本を代表する港があるところで素晴らしいところですから。なるほどね。他なんかいないですか？生話ですか？アキさんなんかね、お客さんたくさんいるんだから、どうもあいつだけは許せなかったなって、痛いお客さんだったなっていうのはないですよ。本当に大体なんか自分のこと好きな人好きだし、うん、でもだからなんかうるせえやつはもうなんかね、なんですけどね。見たことある。それが言っちゃった。逆にトマヤさんないんですかとか、たまには振ってる。はい、僕何も自分のエピソード喋れないことに気づいた。じゃあトマヤさんは逆に今までこの人だけは無理だったなみたいなお客さんいますか？じゃん。いきなり名前言う。すごい振り切りできた。あのね、まあまあ出会った時からね、ちょっとふくよかな方がいらっしゃったんですよね。当時70キロぐらいだったかな、正直ね。でもじゃあそんなでかくないじゃないですか。身長が150センチぐらいで70キロから細くはなかった。で
それでね、この女の子がもうしかも分かんない、どんどん太っていくのね、成長過程だったんだと思う多分。それで80何キロとか90キロとかなったから、いよいよお前もうそろそろ痩せんと。さすがに女性としての魅力っていうのも、まあ、確かにふくよかは悪くないんだけども、まあ、こう社会的な見られ方で言ったらちょっとこう大きくなりすぎたんじゃないって。でお互いね、僕も頑張るし、ちゃんも頑張ってねって言って、その健康面も心配です。そう健康、そう糖尿病とかになったらさ、指とか壊死したりとかもあるからさ、お互い健康になろうって言って、ダイエットをお互い始めようって言って、食事制限とかでね言ったの。そして、まあ、何日かしばらく野菜炒め食べてますとか、こう写真が来て、あ、えらいえらいって言ってて、でそれである日ね、こうまたご来店してくれた時に、え、正直今日何食べたって言ったら、いや今日はうんとか言うから、あ、どうしたどうしたんだよ、まあ、正直言えよって、別に1日ぐらいいいからって、あ、ごめんなさいって、今日はちょっと焼肉弁当食べちゃいましたって言ってたの。まあまあまあ、うん、まあまあたまにはね、そのチートデーみたいな休憩するんじゃないって、いつも野菜炒め食べてたし偉いねって言って、でもなんかそれでもずっとこうカミングアウトした後もずっとしょぼんとしてるから、じゃあお前どうしたんって、お前正直他のもんなんか食べたやろって言ったら、いや絶対食べてない、絶対食べてないですって言うのね。いやでもなんか様子おかしいから、正直ええやって言ったら、焼肉弁当2つ食べました他のもんは確かに食べてないんだけど、焼肉弁当しか食べてないんだけど、焼肉弁当二重だったね、二段だった。嘘はついてないですもんね。そうでもそっからもうその子もうムカつくから、誕生日に体重計プレゼントしたりとかちょっとね、意地悪なこともしちゃったんだけど、でもそれはなんでかっていうと、最終的に105キロまで行っちゃったの、うんうん、で身長が150センチってことなんですよね。最近ね、この歌舞伎町界隈の人、水商売とか風俗の方はね、自分のスペックみたいなね、体の身長引く体重かな、はい、例えばだから170の人で体重が60キロだったらスペック110、うん、で110以上だとこう、あ、結構スレンダーみたいな、で100から110ぐらいが普通で、でちょっと100以下だともうちょっと痩せた方がいいかもねみたいな感じなのかな。だいたい平均って100から110ぐらいじゃん、みんな。でその女の子150センチの105キロだったからスペック45だったのね。で45ってこと、あ、45じゃん。なんか歌舞伎町にね、ちょっと45って有名なキャバクラがあるんですけども、あ、じゃあ45って響きいいじゃんって言って、あそこにね、有名な一条響きちゃんっているじゃんって、お前もうじゃあ、源氏名一条地響きって言ったら、その次の日から来なくなりましたということで、すいませんでした、当時は。僕もストレス溜まっててごめんなさい。それ何日前から考えたエピソードなんですか？やっぱ、3回聞いたことある。ああ、ないや。ずっと言ってます。あ、ずっとなんや。ということで、はい、次です。実はまん売りかけを飛ばれたことがある、衝撃的な売りかけを飛ばれたことある人。おお、つい前日ですね。おお、最近なんですよ。なんといいぞいいぞ。お、なんとなんとなんかあったんかお前。11月末。おWe'll be right back.